皆さんごきげんよう。上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国の反日政策はいずれ戻ってくるという話をしようと思います。この話題をするために少し下敷きとして解説しておかなければならないのが、韓国の国会議員を決める総選挙。この総選挙において、 野党が大勝利、与党が大惨敗、そして野党側の方が過半数を超えた状態になったということです。これは現在のユン大統領の任期満了まで続く国会の状況となります。まず最初に、こうした韓国の話題、私が最近行っていないのは、韓国のユン大統領が積極的な反日政策をとっていないことです。ただし、ここで重要なのは、積極的なという部分です。一つ前の、 ムン・ジェイン大統領はこの積極的な反日政策を取る大統領で日本に対してひたすら反日的な政策を取り続けてきましたそれと比べた場合において現在のユン大統領は積極的な反日政策を取ってはいませんでは反日政策そのものがなくなったかといえばそうではありませんというのも 韓国における反日教育のような日常的な光景として行われている物事については過去からの流れを引き継いだ状態で今もなお続けられていますし自衛隊機に対するレーザー照射問題や竹島の占領状態について特に何かが変わったわけではありませんしかし少なくとも積極的ではないということはそれだけまだ話し合いができる状態だったわけなので日常的な話題としても韓国の問題を取り上げる機会が 激減していたわけです。では、この状態がずっと続くかといえば、そういったわけでもありません。韓国の反日教育が、継続的に行われているその土壌の上に、反日的な思想を持った大統領が生まれてくる余地というのは、十分にあるわけです。 そしてそのような土壌に基づいた反日的な大統領が出てくる下準備みたいなものは、韓国の総選挙においても醸成されつつあります。まず最初に韓国の総選挙の結果から言えば、与党が大敗北し、 野党が大躍進、そして国会の過半数を獲得しました。これに伴って過半数を維持しているわけですから野党側の方が法律を提案し採決をすることが基本的にはできるわけですただ国会において法案を次々と採決できるからといってそれが全て施行されるわけではありません大統領には拒否権がありますから 国会で採決されたものについてもこれはダメだというふうなことは言うことはできます。しかし、それはそれでまた韓国のマスコミの批判を集めることでしょう。国会議員たちは選挙を経て議員になったのであり、その集まりとして採決された法案を大統領が次々と拒否するとなれば、それは民主主義の否定ではないかといった話へとつながりやすいわけです。しかも 大統領が当選した時よりも現在の国会議員の方がより新しい選挙結果に基づいた人たちでありそちらの方がより重視されるべきだというのが一般的な民主主義の考え方ですこうした政治状況が続けば当然のようにユン政権は非常に悪い政権だったというような批判的な立場の野党の方がより政治的な発言力を増して次は全く違う方向性を持った野党側の大統領が誕生することでしょうそうなれば、 ユン政権とは違ったという形を強調するような形で、反日政策を取ってくる候補へと変わる可能性が非常に高くなるわけです。ただこれはあくまでも将来的な話です。実際にそうなるかは、今後誰が大統領候補者になってくるかによって変わってくることでしょう。さてそれでは、なぜ現在のユン大統領下における選挙で、与党の方が大負けするのでしょうか。 それは韓国においてユン大統領の支持率が低いからですではなぜユン大統領の支持率は低いのでしょうかそれには様々な理由があるわけですがどこの国においても共通の 考え方ががあります。す。そそれれれは、は内政問題でで不満が高ければ、それに伴って支持率は低くなるものです例えば、韓国の経済は基本的には国民の数が少ない以上、より外に向かって何か物やサービスを売ることによって外貨を稼げなければ、全体的な経済の発展はなかなか難しいものです。そして、韓国経済は財閥企業に非常に頼っていますし、中国に対する経済的な依存性といったものも非常に目立っています。そこで 韓国の国の外に目を向けなけななればなりません。まず第一に中国経済は現在非常にに危険な状態にあります。これまでも何度か解説してきましたが中国経済の中で非常に大きな内需である不動産業界において莫大な不良債権問題がありそれに関連しての経済的な萎縮といったものが中国経済に暗い影を落としています。 輸出に非常に頼っている韓国としては中国経済が落ちてくるとそれに伴って一緒になって落ちてくるといったことも発生してしまうのですまた韓国国内における物価高といった問題もこれもまた大きな問題ですしかも韓国の場合だと首都周辺に多くの人口が集中的に集まっている関係によって外の世界で何かが起こらなくても人が集まりすぎるだけでも十分に不動産などに対する値上がり圧力といったものがかかります も世界的に見ても物価高といったものは非常に多くの国々に襲っており それは韓国にもまた波及している問題です。ですから、韓国のように何かを輸出して大きな利益を上げていこうとする国において、輸入するものが次々と物価高の影響を受ければ、当然のように原材料費が上がって売り上げが同じであったとしても利益が減少する。じゃあ、その利益を以前と同じようにしようとすればもっと大きな売り上げが必要なわけですが、外の国に売るときにおいて、その輸出先の国の経済が少しでも傾けば、 今までのような利益は上げることができませんそのために韓国経済で起こっている問題として売上が十分 上上ががららなないい利益も上がらないだから税収も下がってしまうという問題がありました韓国国内においてそうした思ったほど税収が上がらないなといった話から当初予想していたよりも6兆円近く税収が不足しているといった問題などが発生しましたしかも政府はその6兆円分の税収不足にあてがうような形で国債発行など十分できていなかったのではないかなどと韓国国内の報道機関は報じていますそうした経済的な問題が韓国国民に重くのし しかかり、生活が圧迫されているのは、ユン大統領の経済政策に問題があるからだというような批判が上がるわけです。また、そうした批判を受ける側のユン大統領も、国民との対話においては非常に低評価となっています。それは、ことあるごとにマスコミと会話し、そして自分の意見といったものをどんどんと発信すれば良いのですが、ユン大統領はどちらかというと、大統領府に閉じこもるようなことが多く、 記者会見の数が異様に少ないといったことなどが韓国の報道機関との間で溝を生み出していますしかもそうした自分の発信といったものが少ないのに加えて政権批判する報道機関に対して非常に強く当たることからそれもまた政権批判の強い記事が次々と生まれる土壌を 自ら生み出している面があります。こうした内政問題を一挙に解決できるような政策というのは、なかなか存在しないので、ユ政権はこれからも停止事実に苦しむことでしょう。そしてそのような停止事実の中から生まれてくる反動として、 次は野党系の大統領が生まれその大統領によって日本との関係においてもムン・ジェイン政権の時のような衝突が再び発生するような事態へと進む可能性は十分ありますさてそのような形で日韓関係の話を中心にした視点でお話をしてきましたが一方においてこのチャンネルではウクライナ情勢についての話もたくさんしてきたのでその関係についての解説もしておきましょう韓国は北朝鮮との間で終わらない戦争の最中で あくまでも現在は休戦状態であり38度線を境にして両軍の大砲がにらみ合っている状況というのは昔から続いてきました。韓国の首都ソウルは 北朝鮮の長距離砲の射程範囲内にありますから猛烈な砲撃を加えられると韓国の首都は一日にして凄まじい被害を出すと言われていますそのような長距離砲による攻撃に対応するために韓国もまた大量の大砲を配置していますそのようなことから韓国においては大量の砲弾の製造能力とまた 備蓄もままたされれてていいると言われていますウクライナ情勢に関連しての話としてはまずアメリカがウクライナに対して軍事支援していた頃においては砲弾の在庫が尽きようとしているなといった時に韓国に対して砲弾の販売を求め韓国はこれに応じるといったことがありました一部報道では100万発の砲弾がアメリカ向けに販売されたのではないかといった話などもありますそして現在ではチェコやエストラニアがヨーロッパ域外の世界市場を見渡せば 相談がまだまだだたくさん買えるところがあるという話をしていて、その時にもまた韓国から買えないかなといった話などがあります。ユン政権は、 韓国からウクライナへの直接的な軍事支援については行ってはいませんが、ウクライナに直接渡らない形での砲弾販売については、少なくともまずアメリカに売ることは許可したのですから、ヨーロッパの国が求めた場合においても、これを却下する可能性は十分あるだろうと言われています。特にまとまった数の砲弾の話としては、主力の155ミリ砲弾ではなく、それよりももうちょっと威力や射程距離は低いんだけれども、数が揃っているものとして、105mm 砲弾といったものがありますこちらの場合だと韓国国内において340万発程度の砲弾予備があるとされておりしかも韓国はこの 105mm 砲についてはもはや主力ではなく予備として考えておりいずれは 縮減すす。る方向になっていますですからこの340万発の砲弾ウクライナ向けに販売することができれば韓国にとってはお払い箱にできるし一方でウクライナにしてみれば毎日何千発と打てる程度のまとまった数であることから非常に大きな話となります。このあたり、 ウクライナに支援したいヨーロッパのお金と韓国の砲弾が結びつく可能性といったものがこれから期待されそしてユン政権がそれを許可するかどうかといったところが注目されていますこれまでのユン政権であれば少なくともヨーロッパ向けの軍事輸出については非常に積極的に取り組んでいるところなので私は許可する可能性があるとは思っていますが国会の勢力として野党の方が今過半数を得ましたよという話をしたばかりですもしかしたら野党側の方から 韓国はもっとロシアに気を使うべきだみたいな話が出て、ユン政権の進める。 軍需物資を欧米に売るといった方針についても影響を与えるかもしれません軍需物資を欧米にどんどんと売ればそれだけ韓国経済にとってはプラスになるのでユン政権としてはおそらくは進めるとは思うのですがその辺りで悪い変化が起こらないことを祈るばかりですといったわけで今回の動画では韓国で国会の選挙が行われましたユン政権下の与党は惨敗野党が過半数を得ました日韓関係の話で言うと今すぐにでも政 政政権が反日政策を取るととはちょっと思えないので、選挙が終わりましたね、すぐ来週にでも反日政策が始まるよといったわけではありませんが、ムン・ジェイン政権の時の共に民主党が第1党になっている以上、次の大統領選挙でこの野党系の大統領が再び、 反日政策を積極的に取ってくる可能性は十分あると私は思っていますそれに加えて現在の韓国では軍需産業の育成そして輸出といったものも推し進められていて欧米に対する物品販売兵器の販売なども積極的に行われているところですこれはムン・ジェイン政権でもユン政権でも推し進められてきたことなのですがユン政権のやること全部にケチをつけるためにも野党がこれに聖書をかけるようなことも 今後は起こるかもしれません。というわけで韓国の政治状況についての解説をしておきました。日韓関係だけではなく、ウクライナ情勢への影響も起こり得ることから、韓国に何かしらの変化が起こったときには、その時もまた解説をしていこうと思います。それでは今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方は、ぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら、評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントをよろしくお願いします。また、情報も整理正党に役立ったなと思われる 方は是非ともスーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。